はい、皆さんこんにちは、フラワーティスシンです。今日はこちらの銅弾筋を使ったアレンジメントを皆さんに紹介していきます。まあね、こう和的要素の銅弾筋でこのカリフォルニアはどうなのかって話はありますけれども、あそこは気にしないでいきましょう。では早速いってみましょう。どうぞ。はい、ではこれから始めていきます。まずはね、この銅弾筋をメインの銅弾筋を入れていきます。銅弾は、まあ、ここの、ね、下の部分、この部分をこのようにこう少しね下を細くして刺さないとくるくる回っちゃいますから、そこは気をつけてください。こうですね。もう一本銅弾を刺していきます。今アウトラインの構成見てましたか？今のこの銅弾でのアウトライン構成が重要なんですよ。まあ YouTube だったら巻き戻して見れますから、ぜひご覧になってください。まあ今のとこ見逃すようなやつは、あ、今のとこ見逃すような方は上達しませんからね。はい、次にこのピンクッションをね入れていきましょう。はい、ピンクッションが入れ終わりました。次にこのコニカルブラック唐辛子ですね、入れていきます。はい、コニカルブラックが入れ終わりました。次にこのレザーリップファンでちょっとファンデーションワークをしていきましょう。はい、ファンデーションワークが終わりました。はい、次にこのカーネーションのね、この色を入れていきます。ちょっとこうパープルっぽいカーネーションですね。はい、こちらでカーネーションが入れ終わりました。で、最後にこのオニソクもね、入れていきます。はい、こちらで完成です。ではですね、正面から見てみましょう。どうぞ。はい、こちらのアレンジメントはいかがだったでしょうか。まあ、最初の銅弾筋のやっぱりアウトラインの構成が大事になってくると思います。このアウトラインをね、皆さんしっかりと覚えてくださいね。フラワー TV ではですね、11月2日の水曜日、11月2日の水曜日に、横浜みなとみらいのみなとみらいホール、ごめんなさい、違います。フラワー TV では、11月2日の水曜日に、オフ会を行います。場所は横浜みなとみらいの、横浜美術館っていうところですね。そちらで行います。平日なので、開催時間、会場が4時で開演が5時で7時までですね。お会いを行いたいと思います。こちらにね、出演してきた、代々のこうメンバーがいますけれども、彼らが全員僕と一緒に出演します。
またね、こうステージで作るものはこうちょっとちまちました小さいものじゃなくてドーンと大きいものをドーンと作っていきたいと思いますので、楽しみにしてください。また、まあ、ちょっとまだね、細かい点は詰めてないというかあれ言えないんですけれども、こう映像とか、音楽とかね、結構ね駆使したステージになると思います。なので、まあ、そんじゃそこらの、ね、デモンストレーションとは思わないでください。まあ、そんじゃそこらのデモンストレーションは他のデモンストレーターのとこに見に行ってください。フラワー TV のオフ会はちょっとね素敵なオフ会というかデモンストレーションになると思います。ではですね、また次回こちらでお会いしたいと思います。またお会いしましょう。白のモードだ。 See you next time.